ご視聴ありがとうございます。車屋デイリーライフチャンネルです。今回は先日下ろした圧縮測定不能だった RX8 のエンジンがどうなっているのか見ていきます。エンジンを下ろして早々にオイルストレーナーが必要だったので、オイル板を外したらこんな感じの大変なことになっていました。動画を撮る予定はなかったのですが、中がすごいことになっていそうなので動画を撮ることにしました。この黄色っぽいのはメタルの削れたカスです。他にも細かな金属片があります。オイルパンをもう一度確認してエンジンを分解していきます。ここにも金属片がついています。中は意外に綺麗です。前のオーナーもオイル交換はまめに行っていたようです。ここにも鉄粉が溜まっています。ドライブギアとオイルポンプギアを外します。ここは問題なさそうです。カウンターウェイトにはスラストベアリングをかじった跡はないですね。ベアリングも異常なし。中のベアリングを確認してみます。こっちのベアリングも異常なし。この辺がかじっていると思ったのですが、違いますね。オイルポンプを確認します。おそらくダメになっていると思います。オイルポンプは中がガタガタですね。これはもうダメです。テンションボルトまで一気に外していきます。
リアハウジングを開けます。いざオープン。うわ、ギアが完全にいってます。これはすごいです。リアハウジングにローターが当たった跡もあります。案の定メタルも完全にいってます。ステーショナリーギアだけ外しました。これはひどい状態です。こんなのは久々に見ました。ギアの山が完全に飛んでます。ローターハウジングを見てみます。ローターハウジングにノッキング跡があります。ローターもひどい状態です。当たり前ですがローター側のギアもボロボロです。ローターギアもひどいですが、メタルも結構傷んでます。フロント側はどうなっているのか、怖いですね。インターメディエートハウジングを外します。フロント側もローターが触れて、ハウジングに当たってます。エキセントリックシャフトはリア側が焼けてます。これはもう使えないですね。他は焼けた跡はないですね。フロントローターハウジングを見ていきます。リアと同じ感じですね。排気です。ローターはこちらもギアが飛んでます。ローターギアがリアと同じぐらいひどい状態になってます。メタルもダメですね。ステーショナリーギアを外して見てみます。こっちもひどいですね。ボロボロです。まともなギアと比べるとこんな感じです。フロントハウジングにもローターが当たった傷があります。よく見ると排気ポートにカーボンがぎっしり詰まってます。前期のエンジンではよく見られる症状です。排気ポートがこんな感じで塞がれて排気流量タイミングがずれます。ちょっと叩くと剥がれますが、エンジンを分解しないと取れません。ひどい状態はここまででもご理解いただけたと思いますが、ここからは外した部品をさらによく見ていきます。オイルポンプですが、こちらが正常です。こちらがダメになっている面です。内部もガタガタです。フロントのステーショナリーギアになります。いやー、ひどいですね。通常のものとよく比べてみます。メタルもボロボロです。
こちらがリア側です。ギアの山が4分の1ぐらいなくなってます。山がねじれている部分もありますね。フロントローターです。これもギアの山が飛んでますね。こっちがリアローターです。組まれているときはこんな感じでギアが噛んでます。この部分のギアとこの部分のギアが回ってます。いやー、ほんとすごいですね。エキセントリックシャフトを見ています。この辺は見た目では普通ですね。リアステーショナリーギアの部分はメタルがかじってます。サイドハウジングを見てみます。この部分は細かな傷が多数入ってます。ローターがこの部分にありますが、ローターがぶれて当たってしまい傷ができてます。こちら側にも傷が入ってます。これはリアハウジングです。これも傷があります。この部分やこの部分に傷があります。先ほどの排気ポートの続きですが、近くで見るとこんな感じになってます。5分の1ぐらい埋まってますね。ちなみにこのエンジンは走行10万キロ弱です。前期のエンジンでは高確率でこんな感じにカーボンが溜まります。後期のエンジンでは対策されてます。今回は以上になりますが、
このエンジンはほとんどの部品が廃棄確定です。こんなことならもっと早くオーバーホールしておけばよかったと思います。原因などの見解については概要欄に記載しておきますので、興味がありましたらご覧ください。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。